新居浜市太鼓祭り推進委員会の総会がきのう夜開かれことし禁止されている鉢合わせをした2台の太鼓台が所属する川東西部地区など2地区のすべての太鼓台に連帯責任として市からの報奨金を支出しないことを決めましたきのう夜開かれた総会には市内8つの地区から太鼓台運営委員会の責任者ら23人が出席しました 4年ぶりに制限のない祭りとなった今年の新居浜太鼓祭りでは初日の10月16日朝に川東西部地区の宇高太鼓台と本郷太鼓台がおよそ20分間にわたって太鼓台同士の鉢合わせをし2台の太鼓台はすでに来年の出場停止が決まっています。祭りにに出場した太鼓台には、 市から1台あたり10万円の文化観光厚労報奨金が支出されますが、総会では連帯責任制度を適用し、2台が所属する川東西部地区と川東地区の17台の太鼓台に報奨金を支給しないことを決めました。連帯責任で報奨金が支給されないのは、2019年に続き2回目です。